俺はバツイチで再婚している。その最初の結婚の時の元嫁と少し前に偶然再会した。以来なんとも言えん不快感がまとわりついてて気持ち悪い。吐き出させてくれ。最初の結婚の時俺も元嫁も強く子供を望んでいたが、お互いに原因があって一気に顕微授精に進んだ。がうまくいかず、9度目に失敗した時次を区切りにしようと提案した。その時俺も元嫁も32歳。だけど元嫁は諦められなかった。最初は同じ方向を向いていた夫婦の気持ちも徐々にずれてきた。俺は養子を望んだ。元嫁は自分の子じゃないと意味がないと言った。その頃元嫁の姉が3人目を妊娠しており、随分お腹が大きくなっているにもかかわらず旦那さんが急死。義母経由で育ててみないかと打診があったこともあり、元嫁とは血のつながりがあるのだから生まれたら引き取ろうと言ったが、ノーだと。姉妹仲が悪いわけではない。とにかく自分の子にこだわった。そうこうしてるうちに、不妊治療がうまくいかないのは相性が悪いせいだ。と言い出した。確かにそういう話も聞くし、可能性としてそうかもしれない。多分その頃元嫁はノイローゼに近かったのかもしれない。離婚を切り出された時、まだ元嫁には愛情があったが、そうした方がお互いに良いのかもしれないと思い了承した。相手が変われば妊娠できるかもしれない。だとしたらタイムリミットだから。と言われればもう、こちらの気持ちだけじゃどうにもならないと思った。その後俺は見合いで同じように不妊が原因で離婚した女性と再婚。彼女に決めたのは笑うと愛嬌のある顔や穏やかな性格で、この人と結婚したら和やかな家庭になるかなと思ったのが第一だが、結婚したら養子をもらいたいという気持ちが一致したことが決め手になった。そして再婚後2年目に養子を迎えた。それからは本当に幸せだった。子供は可愛い。血のつながりがなんだって思った。今はもう高校生になったが、一緒に酒が飲める日が待ち遠しくてたまらん。で先日元嫁にばったり会った。声をかけられても全然わからなかった。失礼ですが、って問い返してしまったぐらいに、名前を言われてやっとわかった。化粧が濃くなって、服のセンスも随分下品に変わってた。今嫁と息子も一緒だったので。へえ、再婚したんだ。子供までいるんだね。って言われて、なんか元嫁がまとった雰囲気に不快感が半端なくて適当に挨拶してさっと別れた。がなんか嫌な予感しかなくて、十何年ぶりかで元義父に電話して元嫁の今の状況を聞こうとした。そしたら感動したそうだ。事情は詳しく聞けなかったが、何かアクションがあるかもしれんと思いしばらく警戒していたら、離婚時と変わらず勤めている職場を出たところで待ち伏せされた。息子が養子だってことは一目で分かったそうだ。300万用立てて、そしたら息子さんには黙っててあげるから。そう抜かしやがった。ため息が出た。ここまで落ちてたのか。息子は自分が養子だってことは知ってる。引き取った時息子はもう6歳だった。最初は赤ん坊の養子をもらうつもりだったが、たまたま縁があって出会い家族になった。息子は母親を亡くした時の記憶もあり、時々一緒に墓参りにも行く。そんな息子に何を言われても恐れることはない。警戒していた俺は常に胸ポケットにボイスレコーダーを忍ばせていた。元嫁の姿を見つけた時すぐにスイッチをオンにしていた。息子は全て知ってる。何を言ってくれても構わない。それからこれと言ってボイレコを見せた。元嫁は下品な化粧で醜い顔をもっと醜く歪ませて去っていった。本当は顔面パンチを入れたいぐらいだった。ポケットの中で拳が震えてた。元嫁には一つだけ感謝している。よくぞ離婚を切り出してくれた。かつて結婚までした女がクソになってるのは気分悪いだろうな。もう何年も前だけど、大きな会社に勤務してた。結婚を機に退職して夫の住むところに引っ越したけど、子供ができなくてパートで働き始めた。本当はフルタイムにしたかったけど、子供ができたことを考えたら決心できなかった。結婚して数年経って子供ができなくて、婦人科に行っても異常なし。夫を説得して不妊外来に行ったら夫が完全不妊だった。
遺伝子に異常があるらしく、生殖能力がないってことらしい。ここまでだったらたまにある話だと思うんだけど、夫はバツイチで前妻の元に娘が一人。その子は誰の種だと大騒ぎにして、相続から外す必要があるからと親子関係不存在の調停した。それは気の毒だと思うんだけど、調停の間ストレスからかなり八つ当たりされた。せっかくの会社を夫のために退職したことも、子供のためにパートにしたことも全部忘れて。まともに働こうともしない主婦のくせに。と生活費を渋られたこともあった。娘と血が繋がってない俺の気持ちがわかるのか。って怒鳴られたこともあった。離婚時のことは夫からしか聞けてなくて、その後弁護士との打ち合わせの中でいろいろ知ったことばかり。夫からは、妻が不倫して離婚した。とだけ聞いてて、娘に養育費を払ってなかったこともそこで知った。結果的には他人の子だから支払わなくてよかったね。なんだけどさ、生後半年で捨てた娘に養育費を1円も出さなかったくせに、その娘との血縁がなくて嘆いているなんて滑稽だ。子供もできないし、本性も見えた気がするから、家で同然で別居を始めてフルタイムの仕事を探してる。前に勤めてた会社が新しい子会社を作るそうで、そこで働かないかっていう話も来た。結婚生活を維持する理由がないのに、夫はまだ私が帰ってくると信じてる。アホじゃなかろうか。それ旦那不妊関係なく離婚案件だね。不妊だと分かっていてもついてきてくれる人なんて神レベルなのに、甘えすぎて信頼関係を壊してしまってる。戻れても、元の気持ちで支えていくのは難しいだろうね。ストレスになるだけの相手と無理に続けるより、自分で未来を作り直した方がいい。アホじゃなかろうか。完全にアホです。疑いようのない神聖アホだね。自分の義務を果たさない奴ほど自分の権利やプライドの危機にはわめくもんなんだね。幸あれ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。